あ、いいねこれ。はい、じゃあお願いします。はい、どうもしちゃったよ、俺は後ろのおばさんがそりゃするでしょ急に大きな声出して異国の言葉でちょっとネズミさんにまた協力してもらって360度インスタ360の1インチセンサーの、カメラの散歩動画を撮ろうと思います。あのサンフランシスコ帰ってきたんで、いつものこの様子をね。360度動画はね、編集が楽しいってことがあった最近。楽しいの？うん、なんか後で見ながら編集してるの結構楽しいんだよ。へえ。癒されるタイムで。あ、いいね、うん。だからちょっと今日はその素材を、提供してもらうためにネズミさんに協力で、あともう一個試したいのが、はい、最近ネズミさんあの DJI マイクめっちゃ気に入ってるじゃないですか。あ、本当です。あ、それちょっと私それちょっとまとめよう。何？あれは本当に私テンション上がったあのね、やっぱり私基本あれじゃないですか、物臭でいかに楽で生きていくかってことに命をかけてるんですよ人生、はい、それに対してなんかあの道具はすごい最適化されてる、最適化されてた、うんうん、あの最近のネズミさんのポッドキャストに前々回ぐらいかな、そうですね、2回前ぐらいから、はい、DJI マイクをお貸ししてるんですよ、うん、あ、お借りしてますね、はいはい、で DJI マイクやっぱりすごい使いやすいっつってて、うん、まあ、気に入ってるんですけど、はい、だから僕昨日か、うん、一昨日かなんかそれ収録行ってたじゃないですか、はい、で僕も結構最近そのこの360度カメラが特に DJI マイクがいいなと思って、うん、撮れそう撮れそうちょっとね、ピンマイクガサガサしますけど、つけ方がね、だってこれ洋服に後つくから嫌だな、あのそれこそ今話したいよ、そのなんかちょここにやってほしかったんだよ、ね、首と顎にかなんかね、そのモフモフが痒くなるんですよ、もうダメ、うん、ほらずっとこうやってここに顎に当たるのよ、はい本当に手間のかかる、いやいやいや手間のかかる人だね、だから今もタレント作ですか、今もこれもそうなんですけど、うん、いやあの DJI マイクのすごさ、あのマグネットあれだよね、うん、あそこ、そこにも気づいちゃったの、気づいたんじゃなくても、うん、あそこが一番、うん、私のお気に入りポイント、あーすごいなかなかいいところに気づいたね上から言ってるけど、いや本当に上から言ってると俺が教えたんじゃん、だって俺がこのマグネットがいいよって言われなかったら気づきもしなかったでしょ、いやだ全部ほら1から0、1から0全部さ教えてくれたじゃない、うん、あの使い方さ、うん、でさやっぱあの毎日やんないからさ、うん、忘れちゃうから、うん、そのやるたびに予行演習をするじゃないですか、うん、その切れた時の、うん、さ、いやあのマグネットがあれがあるから、あのそのあのドリキンの中だからガーデーっていう、うん、あのイラつく教え方にも耐えられるですよ、はい、うん、このレクチャーを我慢すればこの使い方を教えてもらえればもう楽なんだって思いながらくっそこいつマジムカつくなと思いながらはいはい、すいませんお願いします、下手に出てる、はい、そう、で、その、ね、まあ、前置き長いんだけど、例によって本当長いね、あの DJI マイクがいいから、でもネズミさん使ってる間に僕使えないし、あのもう一個予備で買っといても、この間も一回壊れたじゃん、修理出したから、ああそうか、なんかもう一個買っといてもいいかなと思って、うん、たのね、うん、で実は今日 DJI マイク使ってないんですよ、そうで DJI マイクってもともとこのロードの、うん、今使ってるロードのワイヤレス GO2 ってやつなんだけど、うん、これを多分インスパイアにされてるんですよ、もともとロードがこのワイヤレス GO っていうのを作って、うん、結構流行って、うん、でそれでいろんなメーカーが似たような感じで、うん、なんかワイヤレスマイクを作ったのの、うん、DJI マイクが一番最高発っていうか、うん、最近出たやつなんだけど、うん、もうすごい多分研究し尽くしてやった上で作ったやつだから、うん、あのまあ、出来が一番いいんだよね、そうですか、だけどロードのワイヤレス GO2 は、うん、結構その
ファームウェアアップデートして、うん、ソフトウェアでどん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 進化していって、あで買おうかなと思ったんだけど、うん、あでも、もうロードのワイヤレスゴッズもあるし、うん、あれもあれで結構音とかもいいから、うん、そういえば最新のバージョンにすると、うん、結構良くなってるっていうのを、うん、なんとなく知ってたから、はい、そのいきなりポチる前に、うん、ちゃんと最新しようと思ってやってみたら、うん、結構アップデート苦労したんだけど、うん、最新にしたら、うん、まずそのロードの方が、うん、良くなった点がある。 DJI より。あ、何ですかそれは。レベル調整がいらない。レベル調整でもDJI してないけどしてくれてんの？その DJI はデフォルトで、うん、いい具合に調整されてるから、うん、まあほぼ問題ない、うん、ほぼ問題ないんだけど、はい、ロードは32ビット不動小数点録音っていう、うん、そのどんなにレベル調整、うん、もうレベル調整っていう概念をなくしたのよ。全部自動でやってくれるってこと？あとの編集でいくらでもちっちゃかったら大きくしたり、うん、大きかったらちっちゃくしたり、編集でいくらでも調整できるっていう。すごいな。でそれを入れたから、うん、録音時にそのレベル調整の失敗することもないし、うん、どんなにレベル調整うまくやっても、うん、意図しないでかい爆音とか来たら、うん、それは耐えられないんだけど、うん、このロードのやつは、うん、それが来ても耐えられちゃうっていう、うん、だから何せどんな音が来ても、絶対後でリカバれるっていう。でも録音さえしてれば。そう、録音さえしてれば、っていう機能がいきなり後付けで入って、それ神機能じゃん。やっぱりさ、当ててくるよね。そうそうそう、絶対 DJI を意識してんだよ、うん、あいつらパクってきやがったからってっていうのが、うん、まずバージョンアップしたのが1個と、うん、あとまあこれ前からあったんだけど、うん、そのロードのやつは結構、うん、本体だけで使ってると、うん、隠されてる機能がいっぱいあって、うん、パソコンにこれを接続することで、うん、封印が解かれる機能みたいなのがいくつかあって。封印1個が、うん、その電源入れた瞬間に、はい、もう無条件で勝手に録音してくれるっていう。へえ。だから本当はあれってなんか基地局みたいなのベースがあって、うん、トランシーバーだからワイヤレスだから、うん、送信するマイクと受信機があって、うん、受信したマイクの受信部分がカメラとか iPhone に接続して、うん、そこで音を取ってるじゃん、うん、あんたのやつもポッドキャストも iPhone に変なボックスつけて、うん、あれの先で iPhone の中で撮ってるじゃん、うんうん。で DJI とかも、うん、そのマイク自身にもバックアップの録音ができるんですよ。ほうほうほう。で録画ボタンがあって、うん、録画ってやると、うん、iPhone のと別で、うん、もう一個そのピンマイク自身にちょっとしたメモリが入ってて、うん、そこで結構数十時間は撮れるので、でそれでバックアップ録音できるんだけど。あ、そうそう、それバックアップで録音やっぱ気になる。私本当毎回ドキドキしちゃって。そうそう。でも、うん、DJI のやつは、うん、一応その録画ボタンっていうかピンマイクのところの横にちっちゃいのがボタンがあって、あったあった、押すと間違って押しちゃうのでしょ、うん、押すと録画録音なの、うん、でもロードのやつは、うん、電源、まあ、いくつかやり方選べるんだけど、うん、もう電源入れたら無条件取るっていう、うんうん、へえすごいね。電源入れてる間だけ、うんうん、でこれすごいさ、うん、些細なことのより重要じゃないですか。いや、そうだね。やっぱりその録画ボタン押し忘れるとか、あと間違えて押しちゃって消えてたとか。いや怖いね、本当に怖い。そういうミスがあるじゃないですか、うん、でもロードのやつは一番オートって設定は、うん、もう電源入れた瞬間に無条件取っちゃうっていう。へー。でメモリもこれ DJI も同じなんだけど、うん、メモリ録画が7時間とか決まってるのよ、うん、本体のマイクでできるのは、はいはい、でもまあ1日だったら全然十分なんだけど、うん、超えたらほら SD カードフォーマットし直さないといけないとかよくあるじゃん、はいはい、カメラだと、うんうん、これは DJI もロードも知らないけど、うん、古いやつ勝手に消して上書きしてくれるの、うん、へえ、それいいね。でしょ、うん、でも怖くない？でそれで上書きされちゃうんだ逆に。でもやだ、普通にカメラでそれやられたら困るんだけど、うん、まあ7時間ぐらい撮れるわけよ、うん、7時間ぐらい撮りっぱなしできるから。いやでもその垣根っていうのそこの狭間が どうしても来るわけじゃん。まあだから、うん、こまめその日撮ったやつは必ずパソコンつないでバックアップさえ撮ってれば、うん、もういいじゃん、まあね、消しとく必要ないじゃん、うん、だこまめに消したり入れたりをしないで、うん、何せ撮った日の、うん、撮影した日は録音した日は、うん、必ずパソコンにその日のデータを取り出すっていう癖さえつけとけば、うん、あとは気にしないでいい。うーん、これも何気にすごい
まあ、それ私はあんまりな、人によると思うよ。いやいやいや、ここはね、ネズミさん今ね脳の中でね、この凄さが理解できてないんだけどね多分あの聞いてる人には分かってもらえる。本当に、うん、いや私なんかあの、なんかあの、ま、マニュアルでや、マニュアルなら徹底したマニュアル、中途半端なそういうのがあると自分で、あ、どうせってなった時のその、なんていうの、中途半端さでたまにエラーを、ヒューマンエラーを起こすことがある。まあそうなんだけど、うん、それも全然正しいんだけど、うん、カメラとかだとさ、所詮1時間とかしか撮れない中でやると、うん、バッファーが少ないんだけど、うん、7時間とか、あと設定によっては10何時間とかできるんだけど、うん、そうするともう 何日分かも入ってるわけ。そうそうそう、だからそうそうね、うん、起きないと思う。それよりは、うん、この勝手に消してくれる方が、うん、だってこのピンマイクのデータいちいち SD カードリセットとかしててめんどくさいから、うん、まあ、SD カードじゃないんだけど、うん、内蔵メモリークリアとかしてるのめんどくさいから、うん、それはね、よくできてると思う。本当に？これはね、うん、まだネズミさんにはね、うん、想像力が足りないかな。どうかな。あ、いいよ。いや、なんか私そういう事例を自分の中であった気がするんだよね。まあ、わかるよ。わかるんだけど、なんかそのちょうど十何時間のところの来て、あっって。だ、それは何日も取り出さないっていうことをやったらそうなるけど。だから私そういう性格だからよ。うん、だからなんかもう、あ、やってくれるんだね、この日まで。でも我慢しようみたいな。でも仮に手動でフォーマットするとしても、うん、絶対取り出すって行為が必要なわけ。あ、まあね、うん、だって仮にその自動消してくれなかったってフォーマットせずに取ってたら、うん、むしろ取れなくなっちゃうんだから、うん、あ、メモリーカードいっぱいになって、うん、だからその何マニュアルで運用したいっていうのと、これは意外と、うん、なんか別の話なの。まあね、うん、まあ、ともあれ、うんっていうバージョンアップが来たおかげで、うん、はい、なんせレベル調整不要 で、うん、で 録音ボタンを押す必要もなくなって、うん、今だからこれもピンマイクをこのカメラ本体にはつけてないんですよ、うん、本当は受信機をここにつけて、うん、マイク入力でこのインスタ360のカメラにこのロードの音を入れ込まないといけないんだけど、うん、あえてそれをせずにピンマイクお互いの単体で撮ってるんだけど、うんうん、これ結構楽じゃん。そうだね。で、なんか最初にさ、うん、ほんとレベル調整毎回ほんと、あ、でもロードはね、うん、DJI の方がいいのは、うん、標準のレベル調整がうまいの。ロードのやつって標準のレベル調整がちょっとミスってて、うんうん、めっちゃ音がでかくなってて、うん、結構意図的に下げないと音割れして取れちゃう、うん、あれみんなよくはまんないなと思って。いや、だから私 DJI2 回、2、3回、うん、数回やってて、ミスってないし、うん、全然。まあ、ただやっぱり音が、うん、まあ、比べるあれが違うけど、家で撮るよりかははるかに、まあ、それはね、うん、それはそうですけど、まあ、そこはね、許容範囲内だし、やっぱり早くね、でもそういう機会がさあるのはありがたいよね。いや、いい世の中ですよ。本当ですよ。こんなさ、 YouTube が流行ったおかげでさ、うん、こんな機材がどんどん進化していくね。プロの機材しかなかったら、そんなプロの人はみんなさ、うん、それじゃ全部使いこなせるからさ、うん、こんなレベル調整できないやつならお前が使うなみたいな感じの世界だと思うんだけど、うん、そうだね。ありがたい。気軽にこういう素人でも使えるんだからさ。そうそう、うん、ありがてえよ。まあ、ということで、うん、ここまで何分話したか分かんないですけど、うん、言いたいことは、はい、今日はロードのワイヤレス GO2 を使ってるってこと、うん、そうだね。でさ、最初に戻るけど、やっぱり磁石がいいってことよ。あ、そうそう。で、唯一ないのは、で今苦労したのは、そのロードはこのクリップで挟むタイプなんだよね。いや、これ大きな差だなと思って。そうでかいよね、うん、こんなちょっとしたことなのよ、うん、だってやっぱりさ、私それだけで集中力散漫なの。わかるわかる。なんか不安になるもん、ね、そう、不安になるの。今もさ、なんかその結局今一回ネズミさんのやつ外れそうになったから、パーカーのところに挟んだら、そもそもまずシワになりそうで嫌じゃん。嫌なの、本当に。それは僕ですら嫌だから、うん、T シャツとかでも。でしょ。で、さらに外れそうになるじゃん、うん、で今それをあの肩掛けカバンのところの肩紐のところにつけたんだけど、うん、ちゃんと取れてんのかなとか。いや、本当そうなのよ。擦れてる音が取れてんじゃないかなとか。本当そうなのよ。すごいなるじゃん。でも DJ のやつってマグネットで
お腹のところに真ん中にプチってつけられるからすごい快適、何の不安もない、ね、あれこれここでよかったのめっちゃうるさいとこ来ちゃう、えらいうるさいとこ、道の選択ミスった、うん、ミスってるよ、ミスった、まあでもある意味正解かもしれない、あそう、こういう騒がし、騒がしさ満点すぎる、騒がしさ満点すぎますけど、このなにも話せないよりによってだけど、うん、待って、あのよりによってだけど、このロードの32ビットフロート録音っていうのはこういう予期せぬ大きい音が来た時に音割れない、それも対応できるっていう、だから結構調整が効くはずなんです、だからその実験ができたってことで、めちゃめちゃ怖いなこれ、結果オーライですよ、あそう、はい、ならいいけど、はい、ロードの一番いいところ引き出せたかもしれない、ピンマイクなかったです、ピンマイクで撮ってっからそこそこいけてると思うんだけど、そうなんだろうね、ネズミさんが気になって気になるしょうがない、本当よ、気になってこちょこちょ動かしてるのがむしろ乗ってそうだもん、ね、いやあれだよ、嘘か本当か分かんないけど、黒柳徹子はピンマイクがここついてるのが嫌だから頭の中に入れてるって聞いたけど、ああそれは本当なんじゃない本当、うん、私そこまでしてると思ったけど今ちょっぴり気持ち分かった、うん、黒柳徹子に近づいた瞬間すごいねすげえうるさかった、うるさかったよ、はい、っていうことで、はい、ピンマイクが偉大ってことですよ、そうですね、うん、いやあのマグネットがいいってことよ、マグネットすごいね、なんか後付けでこれ改造してできないかな、いや本当そうしてほしいよこの、うんうん、それだったらこっちの方がいいじゃん、だってなんかマグネットのさ、はい、あのテープみたいなのを使うのさ、あるよね、うん、それにしちゃえばいいんだよ、うん、そうだよ、それだけなんだよ、うん、それで別に自分でやればいいんだけど確かに、うん、シールで売ってるよね、うん、そうそう売ってる売ってる、うん、だって広いしこのピン、うん、ピンセットじゃないな、確かに確かにクリップが、うんうん、いける気がしてきた、いくね、いいんじゃない、単純なことだった、単純なことだった、単純なことなんだきっとこんな歌なかったっけ、分かんない、誰分かんない、こんな歌があったよ、うん、そんなことで単純なことなんだ、あとないですか、なんかあ新しいドラマが次々と始まったようなんで、はい、今のところ見たのが新クール、そう民放、え地上波、うん、地上波じゃない NHK、うん、もう全部分かんないけど、今日まさに、うん、地上波って NHK 地上波でしょ、あそっか、今日まさにさっき永野芽郁と西島さんのドラマの、うんうん、ユニコーン、ユニコーンみたいなドラマ見たよ、あの IT 企業のなんか若者が起業するみたいな、はいはいはい、ああなんかあの投資のあれだね、投資ユニコーンのあれって、そのあそう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 言い方がね、うん、うん、そうそれ、あ、ま、それさ僕もああいうの全然分かんないからさ、ああ結構サンフランシスコとかだと、うん、投資家の人も多いから、うん、ユニコーンがとかクラス映画みたいなさ、あそう、ね、いろいろいつもなんか分かったふりして、ほう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 みたいな初めて私も知ったユニコーンユニコーンなんだろうっていつも、ね、ああいるんですけど、うちユニコーン好きだからねいやいやそのユニコーン子供が、子供がユニコーンじゃないと思うけどいやだから文字ってあれなのかなと思って、語源も分かんない、子供の夢っていうかさ、いや夢っぽい、そういう理由じゃない気がするけど、あ違うの、多分ね、それなんか株式の専門用語だと思うけど、あそうだよもちろんだけど、そのユニコーン自体がそのいや違う、あれじゃ、え違うの、子供がユニコーン好きだからつけたとかじゃないと思うけどね、子供がっていうかなんかこう夢の中の空想なものじゃ、なんかいや全然違うんじゃない、分かんないけどね、すごいね、全部を否定してくんねそうかもねとかもないんだねないね厳しいなって、そうだ、多分ね、なんかね面白かったよ、面白いよ、あ爽やかだからいいよね、全てがすごい強調してくるね、全てが長野さんも
あの女の人も爽やかだし、長野さん推しだもんね。長野さん推しだからです。西島さんも好きだし、うん、あとなんか、ね、知らない男の人、あの知らなくはない、なんかあの小学、僕は小学生に出てた2人が出てたから、あっと思って。何それ、もう中学生みたいな。なんか大の若者なのに小学校の役やってた2人が出て、同じ人が出てたから、あ面白そうと思って、そうなんですね。それ見たって話。あれは、うん、六本木クラス。あ、なんか最初の10分見て、うん、あ、いける気がすると思って、しょうがねえ、ドリキと一緒に見てやるかと思ってやめといてあげてよ。あ、そう、うん、ありがとう、うん、面白そうだったよ、最初の10分だけ、うん、もう再現度高すぎ、多分ね、全部もうね、シーンのなんかね、アングル、うん、なんつうの、そういうの、なんか全てが結構、うん、もう忠実に再現されてる。そこまで再現する必要もあるのかな。もうそれがテーマでやってるの。もうさ、失敗したくないんじゃない。ディスっちゃった。わかんないけど、もうなんかそこに徹したんじゃないかな、変な着色せずに。なんかあの、まあでもそっちの方がクオリティ上がるもんね、うん、完全に完白目指した方がね。はっきり言って、なんかその主人公の男の人の表情とか、うんうん、ああいうのも結構なんかこう自分のモノマネレベル、そうそう、あの記憶の中では、あのこういうシーンの時こういう顔して、なんかこういうっぽい雰囲気してたなとか、ほとんどなんか再現、なんかでもさ、完璧にパクってもさ、やっぱり出るじゃん、その人たちのさ、うん、だからそのくらいの方がいいんじゃないかなと思うけどね。あの隠し芸大会の ET レベル。何 ET レベルって。なんか正月紅白隠し芸大会みたいになかった、うん、知らない。お正月っていつもの隠し芸大会、隠し芸大会ってあったよ、今もあるよ。坂井雅樹がそうそうそうやってるやつ、テーブルをピュンってやるやつ、ね、そう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 、あれでさ、なんか ET をさ、うん、あ、なんかあったね、なんか真似したやつとかさ、イーテフ、知らない、イーテフじゃない、なんかああいうの、うん、なんか必ずその催しの一個に、うん、その時流行った映画とか、うん、ドラマとかを、うん、なんか完コピするみたいな、完コピじゃないのよ、なんかそんなのあった気がしたね。そうそうそう、結構2つこう並べてやるってやつ。私同じドラマのこと言ってるのか分かんないけど、ちょっと違うかもしれないけど。あ、じゃあ違うかも、まあ、パロディでやってるんだけど、うん、結構クオリティが高くて、うん、子供の頃あれすげえ毎年あれ楽しみ。隠し芸大会大好き。面白い。私隠し芸大会ね、あんまり知ってなかった。否定、うん、否定ってわけじゃないけど、面白みをそう見出せなかった、あれ、もうなんかこういったんだけど、坂本君あのテーブルやってる時点で、うん、どうでもいいってこう、もうなんか隠し芸大会が楽しみで、うん、正月がマジで楽しかった。すごいね、うん、ピュアすぎる。なんだろう、あれに何もなんか無だった、うん、隠し芸大会イコール正月です、うん、なんかね、ちょっと黒い私が出てくるけど。なんかあのあれをさ やってるのはいいんだけど、うん、その前置きでさ、私たちどれだけ苦労したかっていう、はい、あのね、うん、あのビハインドシーンが、それがなかったらただシュッてやって、うん、おすごいですねって思っちゃうじゃん。いいんだよそれで。いやいやいや、結果が全てだから。なんかあなたたちのその苦労話いりませんか。あの番組は、うん、その苦労話を楽しむ話だから。ああそうなんだ、うん、ピュアすぎる。私あれで、うん、へー、そのなんか、うん、やってますアピールいらねえよ。そう、これやばいね、なんか性格悪さが出る、ね、めっちゃあれで、うん、いやあなたたちの苦労は本当に分かってるけど、それをなんか本番以上にやるのやめて。本番だって5分か3分でもあるじゃん。はいはい、はい、こうテーブルクロスさっ、だってあれなんか3時間ぐらいやってた気がするけど、あれをやるためにだって1ヶ月とか2ヶ月とかみんな練習してるわけでしょ、うん、それ分かるよ、それやっててへーと思うんだけど、で、まあ、2,3 分で終わるじゃん、あのエンターテインメントさ、うんうん、で、なんかいや それいらないなと思って。でも そうしないと成立しないもんね。そう、あなた、うん、世界の果てまで行ってきてさ、うん、結構喜んで見てるじゃないですか。あ、だからあのトピックだけあんまり好きじゃない。あ、そうなんだ、うん、あのなんか、うん、一生懸命やろうとしてるやつ。そう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 、 あれは何、あんまりイッテ Q の中では嫌いなテーマっていうか、うん、あんまり興味ない派。興味ない、本当に意味ないと思ってる。
だあのイッテ Q で言ったらあの YouTube ってやってるあのなんだっけコカドじゃなくてもう一人あれが好き、そうなんだ。あれ青何なんですか。変わってんね。えでもあの人の苦労がすごい分かるから、あれなんかさ一生懸命やってるのが結構カットされてるんだけど、うん、多分苦労して骨折とかしてるじゃん、なんかそういう方が見えない方が自分で、うん、あこの人苦労したんだなってなんかすごい、ね、自分で見出したいじゃないけど、見せられるとなんか、ね、いやなんか逆に疑っちゃう、すごいね変な人、分かんない、多分変な人だと思うそういう人もいるんだよって思っといて、皆さんのコメントが気になりますね、うん、そういうひどいと思いますどしどしください何ですか強気な、分かんな い, ない、や悪いのは分かってから、え変な人っていうのは分かってから、あそうなんだ、私に反論がある人、うん、反論くださいとか、ね、そうそうそう反論、別に反論くださいっていうか、うん、そう思ってていいよってこと強気だねいつになく分かんない、そこは自分で自覚してるから、うん、まあちょっと六本木クラスはそこまで言われたら見たいな、うん、きっとね頭もこう自分でこう撫でる気がするそのうちあそこも真似しちゃうんだって分かんないけど、なんかすごい表情とかああいう、うん、でもちょっと雰囲気違う気もするけど、なんかねメイクとかあの稲森泉具合出てるのけど、いやだからなんかメイクとかもすごいあの社長さんのなんだっけ、違う会社の人じゃん、うん、会社の人っていうので、なんか雰囲気とかちょっとメイクとかもすごいなんかよくできてるっていうか、喋、り方とか、ね、じゃあでもそこまで完コピされたらイテワンクラスを見た我々としては楽しめるのか、うん、まあでもあなんかね、おそうだから私も多分途中でやめちゃうんじゃないかなと思っちゃう、うんうん、あのなんかあの思っちゃった、あれイテワンクラス見たくなっちゃったと思って本気見たくなっちゃった本気見たくなっちゃったと思っちゃったから、うんうん、あの敵じゃないけどさあの、はい、相手のそのなんていうのボスみたいなのをさ、うん、誰がやってますか、うん、だからあの人じゃないの、あの前研究者やってたあ、なんか癖強い喋り方する人、あ、香川さん、あ、うん、あの人なんだ、うん、それはまたあれ、ね、癖は強いけど良さそうですね、まあ安定感がある、安定感ありそうですね、はいはい、あ、終わった、終わりだいたい今締めに入るはいとか言い出したから、はい、あの人出るよ、あの仲里依紗の旦那さん、似てると思ったもん、あの一緒にレストラン、うん、韓国料理屋さんだっけ、あれなんだっけ、なんかあのいるスタッフの一員でさ、帽子かぶってる人、はいはいはい、ちょっと喧嘩っ早い人、あ、そうあの人が、あの中尾さん、はいはいはい、うん、やってたよ、いい、あの韓国ドラマ見てると本当、うん、僕にキャストさせてくださいって思わないか、うん、この人はこの日本人が、あれで脚本家ちょっとなりたいなと思っちゃう、あ、歌が一緒だったよ、チュ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 、あ、それも重要だね。チュ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 、へえ。へえだけ私心の中で歌って。へえ。すごいね。でもなんか日本語っぽかったよ、喋ってなんか。まあそうだね。レレレレ、でも歌ってる人が一緒っぽい歌い方してて、え、これもモノマネなのか、同じ人が歌ってるのかは分からないけど。じゃあ今日の夜楽しみにしてます。あ、そうですね、ありがとうございました、はい、終わったね、はい、切り上げようとしてるもうだって家見えてきた、本当ね、はい、あ、疲れちゃった、はい、ありがとうございます、いや、スタートクラブ And I'll start to clap